今回もやってきました国道301、愛知県岡崎市に入りました。はい、イエイエイさあ今回もね、例の狭いところへ向かっていきたいと思います。とりあえず路面がね、若干雨降ったんかな、濡れてますけどね。朝今ね、何時だ、朝の9時15分、半田の方でね、降ろしてきた時はそこまでね、曇ってもなかったし雨も降る感じはなかったんですけど、今ね、新城市に向かっていく最中はどうも雲行きが怪しいぞさっきまでなんか雨がね、降ってたんかなっていうぐらい。おー、今大型来たかねー。まあ積み込み最中は雨降ってほしくないので、まあ積んだらそくさと半田の方に行きたいと思います。今日はね、2回午前中と昼からと、はい、また新城市の積み込みになるので、今日は午前と午後と通っていきたいと思います。今大型がね、通ってきたので、おっと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 、どうかな、大丈夫かな、頼むぜ。全くね、見通しがわからないので、ちょっと気をつけないといけないですよね。はい、ここで半分。ここで半分。ここならまだすれ違いができるので。来ないな。カーブカーブなるとね、全く見えないので、よかった今日は来なかったまだあと3回来なくちゃいけないのでね、3回、まあ3回通らないといけないので、はい、とりあえずよかった。よいしょ、あと2回ある、2回じゃねえわあと積んでから戻るのと、あと昼からね、向かっていくとき積んだ後来なくちゃいけないんでね。よいしょ、頼むぜ。まあとりあえずちょっと新市の方の積み込み行ってきます。はい、さあ今ね、積み込みが終わりました。10時15分、さっきはね、調子が良かったんですけど、今回はどうかな。
頼むぜ。ちょっと頼むぜ。まあ無事に通過できたらいいな。結構車が来るんでね、ちょっとヒヤヒヤですね。さあ頑張って通過しましょう。ハイビームにして、ハイビームにしてもダメなんですけどね、車は来ない。カーブ、カーブはちょっと見えない。 OK OK、半分。オッケー。ここカーブがないんやさな、カーブミラーが。オッケー。オッケー、オッケー。あー、ヒヤヒヤした。ヒヤヒヤしたぜ。はい、これで1回目の行き帰りは無事にクリア。おー、よかった、タイミングよかった、よかった。おお、よいしょ。さあ無事に終わったので、はい、次昼からの舞踏行きたいと思います。では後ほど。はい、さあ、はい、やってきました。今ね1時25分。はい、半田からねやってきております。とりあえず今日の5号分、はい、さああと狭いところを、ね、通過したいと思います。ちなみに今ね、半田の方卸がね、ちょっと事情があって1時間ね前倒しして早く卸しております。なので、ね、新城来るのも早くなっております。まだ当分ちょっとかかりそうなので、まあ早く下ろせるとは思いますけど、買わせれましたね。ありがとうございます。よいしょ。ミラーでね、ちょうどヘッドライトが見えたなと思って、ちょっとねもうちょっと早く気づけばよかったんですけど、まあでもちょっとバックするだけで買わせたので助かりました。よいしょ。はい、よかったよかった。さあでは積み込みへ行きましょう。本当に今ね、ハンダの方早く下ろせるのでね助かっております。
まあいつね戻るかちょっと分かりませんけどね、当分は早く降ろさせてもらえる感じになっております。よいしょ。さあでは行きましょう。何時に積み上がるかな。はい、今1時25分過ぎなのでね、まあ1時半なので、まあ2時過ぎには積み上がれたらなと思います。ではちょっと積んでいきます。はい、さあ、はい、積み込みが終わりました。今ね2時30分この先行きたいのかね。あー、なんとかねペペッと積んできちゃいました。よいしょ。とりあえずねもう30分40分ぐらいでねペペッと積み込みして、そそくさとねこの狭いところを抜けたいと思います。ここね時間帯が読めないのでね、とりあえずハイビームにしてゆっくり行きましょうか。一瞬どうこないミラーを見てこない、ミラーを見てこない、よいしょ。よいしょ。ミラーが見えない。来ない。頼む。もうちょっとなんだ。こう前かがみになっちゃいますね、これ。ミラーがね、角度が見えない。角度が見えないんで。よし、これで OK。なんとか無事クリア。今日も一日お疲れ様でした。よかった。これで狭いところも終わったので、明日ハンダの方まで行きたいと思います。よかった。はい。今日はついてる日でしたね。さあでは無事に通過できたので、はい、この動画はここまでにしたいと思います。また明日もねあるので頑張っていきます。ではまた。